今回はポコタンをトリミングに連れて行きました。顔なんですけど、アフロカットっていうよりマッシュルームカットみたい。かわいいね。かわいいね。うん、今日はこちら、北の極みご褒美ソーセージのエゾシカをあげたいと思います。で、ポコタン今回トリミングに行ったら、割とね、前回カットしてるところを撮影させてもらったんですけど、その時と違ってすごくおとなしくしてくれてたみたいなんですよね。あと一つ進展がありました。ポコタンは今まで他の犬がいると結構怖がってたんですけど、今回たまたまチワワが1匹早めに来てしまったみたいで、少しだけなんですけど追いかけ回してたみたいですね。これすごい進歩で、今までそんなこと絶対ポコタンしなかったんですよ。すごいねポコタン。はい、でもう一つ今回気づいたことなんですけど、はい、この部分、お尻の部分なんですけど、若干ね、ここまた退色し始めてるんですよね。なんか他のところよりもさらに薄くなってるんですよ。すごいね。ポコタン一体どこまで君は退色するの？ポコタンの家系は血統書を見るとほとんどはレッドなんですけど、1匹だけアプリコットが入ってるんですよ。でもそれでもね、1匹だけなんですよね、アプリコットの色入ってるの。でポコタンってもともとすごいもうちょっと茶色だったんですけど、その時もお尻とあと顎下の部分が薄くなり始めてたんですね。で最近はお尻の部分も今のこの顔周りと同じような毛色だったんですけど、まあ、今回お尻がだいぶ薄くなっているので、また今後全体的に薄くなっていくのかなと思います。楽しみだねポコタン、どんどん薄くなるね。はい、じゃあまたですね、3週間後ポコタンをトリミングに連れていきたいと思います。はい、最後食べ過ぎちゃうからねポコタン。おしまい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 だよ、はい、おしまいだよおしまいだよ。めっちゃ追いかけるじゃん。